もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではメタクエストを中心としたバーチャルリアリティ体験を実況交えながらご紹介しています。今回はこれ、あ、一人称視点ですね。半分人間で半分ロボット、真っ暗な夜とネオンの光、サイバーパンクな世界観です。 SF 映画アキラに登場するようなバイクが前にあります。これからこのかっこいいバイクに乗って360度 VR 空間内を様々な攻撃をして駆け抜けます。ボタンを押したら何か開いた。どうやらここでバイクの色を変更できるようです。3つの色を変更して右側のボタンを押すと、うん、変わりましたね。緑、紫、赤と合わせて手の色も変更になりました。お好みの色を見つけてみてください。上のボタンを押して色を変更すると元に戻りました。今回はデフォルトの状態で進めていきたいと思います。この VR ゲームの名はランナーエスケープ。対応プラットフォームはメタクエスト2。言語は英語で1490円、 1.2GB の容量で2022年10月7日にリリースされました。いやー、このゲームぜひ日本語化してほしいですよね。あれが主人公、この僕かな。いやー、いたずら書きがすごいな。独特な雰囲気を醸し出しています。右にある銃を取ってみたいと思います。グリップボタンで握れました。1980年代後半のアーケードゲームを演奏します。なんか懐かしいな。上を見上げると、トリガーボタンで撃っちゃった。これ良かったのかな。グリップボタンを離すと自動的に銃がしまいました。あー、喉乾いたな。ごくりと。でも飲み物は出てきません。さて、メニュー画面から進めていきたいと思います。この下の赤いボタンは何だろう。ポチッと。左のボタンと同じようです。ガシャンとしまった。メニュー画面はシンプル、英語表記になりますが、なんとなくわかるのではないでしょうか。プレイボタンを押してニューゲームを選択してみたいと思います。右下のチェックを外すと、この後のチュートリアルが省略されます。イントロが始まりました。アップデートで日本語音声追加されないかな。ステージは7つあるようです。この後操作方法を覚えるチュートリアルがスタート。おお、いきなり走ってる走ってる。アクセルやブレーキはありません。基本的には自動的に止まらずに進んでいきます。スティック上で加速。プレスバックオンザサムスティックトゥスローダウン。スティック下で減速。プレスリフトオーライトオンザサムスティックトゥスティアザバイク。スティック左右で左右に移動します。これ隅にぶつからないのですごく快適。 Collect blue energy tanks to restore shields. 水色のゲージがシールドで体力みたいなものです。 Keep an eye on the shield gauge if you want to keep running. 攻撃されてゼロになるとゲームオーバーになります。 Press the trigger to fire the main gun.どちらかのトリガーボタンでガン攻撃、バイクの下側から発射されます。A または X ボタンで銃を構えます。もう片方の手でスピード調整、左右移動ですね。右手で構えた場合は A ボタンを押して銃をしまいリロードします。もう一度 A ボタンで銃を構えてグリップボタンを握ると赤いレーザー照射が表示されました。これで狙いやすい。そしてトリガーボタンで撃つと、弾には制限があり、なくなったら A ボタンを押してリロードします。前方にはバリアの壁があるので、赤黄色と点滅しているところを狙って解放します。このスピード感気持ちいい。 Collect the missiles. 次はミサイル入手。この紫色のマークを取ると B ボタン長押しでターゲットをロックし、離して攻撃。ちなみに個人的には VR 用はありませんでした。さらにグレネード、手榴弾を取った場合は B ボタンを押すとグレネードが上に持ち上がるので、グリップボタンで握ります。A ボタンを長押しで爆発時間を短縮。
A ボタンを押して3秒から1秒へ。投げるときはグリップボタンを離す。敵が近いと追従してくれるみたいです。 Drive over the rush zone to gain energy. Draw both sidearms to enter rush mode. エネルギーチャージ満タンでラッシュ発動。A と X ボタンを同時に押すとスローモーション攻撃。紫のエネルギーゲージがなくなるまで必殺技が続きます。A または X ボタンを押すと解除します。 Rush mode can be activated whenever the meter is filled. エネルギーはこの真ん中の紫のゲージですね。 Rush zones will also extend your combo meter. エネルギーを連続でチャージできるとコンボが上昇するようです。Collect the power up. 続いてパワーアップ入手。Click in the thumbstick with sidearm stone to switch active power up. 銃の追加、アップグレードやガンの強化につながります。銃はスティックを奥に押すと切り替えることができます。両方緑と黄色で切り替わっているのが分かりますでしょうか。Hold A or X with sidearm stone to activate saber. スティックのスピード調整で攻撃に集中できるのがこのゲームのいいところだと思います。さらにさらに A ボタン長押しでソード K が登場します。振ると攻撃回避や破壊などができるようです。それでは本番ファーストステージです。行くぞ。夜の高速道路を走るような疾走感、 VR で360度見渡して攻撃、かっこいい。スティック上で加速、そしてスティック下で減速、攻撃しやすくなります。そして何といっても左右ぶつからないのがいい。止まらないのでストレスはかかりません。 A ボタンで銃を握り、エネルギーチャージ、飛び越えてきた。トリガーボタンで反対側のトリガーボタンでガン発射を併用。やった、煙がすごい。なるべくシールドも集めていきましょう。 A ボタンでリロード。わあ、パトカーの音、すごい緊張感。いいぞ、これめちゃくちゃ面白い。いけいけ、どうだどうだどうだ。おお、ジャンプ命中。上からも来た。 A ボタン長押しで剣を発動。この赤い表示が敵ですね。横に来た。ああ、逃げられた。よしよし、後方から。それ、やった、決まった。飛び上がって爆発。サイバーパンクだ、世界最高。リロード。うわー、かっこいい。ビビビビビビビ、よーし、いった。後ろを振り向きながらの攻撃も。グレネード手榴弾をゲット、2つ入手。またグレネード4つになりました。新しい銃を入手。 A ボタンでリロード。うわー、激しい。おー、そして右の方で、あー、すごい。走るだけでも楽しいですね。操作は単純のようで複雑、種類がたくさんあるので慣れるまでは難しいと思います。グレネードを投げる。あ、間違えた。あー、落ちる。バリアを解除。
し、あ、前にはバリアが解除解除解除、よし、大丈夫。あ、ミサイルだ。 A ボタンで銃を構えて、 B ボタン長押しでロックオン、離して発射、 OK。 少し落ち着いてきました。ふぅ、ちょっと休憩。風景を眺めながら走り抜ける。音楽も合ってますよね。気分も上がる。イエホー。さらにミサイル銃を見た。慎重にバリア解放、ぶつからずに済んだ。バリアに当たるとシールドが減少します。おお、あ、分岐してる。バリアを解放して左へ加速。道が狭くなりました。ロックオン。よーし、いいぞ。ミサイルのロックオンは楽ですね。VR だと迫力があります。あ、左側にはオレンジのバイクが。一旦ガン攻撃でまとった鋼を取り外します。あ、よし、取り外した。横から真ん中の弱点を攻撃。やった。バリアを解放して左へ。赤いエスマーが入った。あ、トリガーボタンのガン攻撃が5つ分散されて発射。よし、集中していきます。いよいよボス戦です。グレネードを準備しておこうと。いやー、緊張します。実はこれ何回もやり直しています。ボス戦に負けるとステージ最初からやり直しになってしまうんですよね。これがきついんです。でも悔しいと何度もやり直したくなる面白さ。敵が硬くて倒し方がわからない。来たぞ。あの甲羅が硬いんだよな。あー、ダメージ受けてるのか受けてないのかわからない。どうなんだろう。レーザービーム効いてるのかな。あー、とにかくボスが硬い。どうやって倒すのでしょうか。何かコツがありそう。強い、強すぎる。でももう緊張感がない。シールドがあとわずか。まずい、まずいぞ。あー、悔しい。ゲームオーバー。また最初からやり直し。あー、もう何回やっても勝てないよ。いかがでしたでしょうか。日本語対応と内容設定があると嬉しいですね。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。あっという間に時間が過ぎますよ。今回の動画が良かったよ、参考になったよということでしたら高評価、チャンネル登録をお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。